現場は旭川市内の中心部から車で20分ほど、この奥の橋ですね。今年4月から行方不明になっていた北海道留萌市の女子高校生村山瑠奈さん17歳、先月下旬石狩川の下流で遺体となって見つかりました。昨日逮捕された内田理子容疑者は19歳の女と村山さんを吊り橋から転落させ殺害した疑いが持たれています。警察によると村山さんが内田容疑者が写る画像を無断で SNS で使用したことからトラブルにつながったとみられています。めざまし8は内田容疑者を知る人物を取材。その素顔は、気に入らないこと考えたら攻撃対象になっちゃうっていうか、女子が授業の中で着替える日があったんですけど、そこでいじめられてた子の着替えてる姿を写真で撮って、旭川市内の中心部から車で20分ほど、このカムイコタンという地域になります。この奥に大きな橋がかかっているんですが、まさにこちらが現場。17歳の女子高校生がここから転落させられて殺害されたものとみられています。北海道旭川市のカムイコタン、神の住む里を意味する景勝地です。事件は4月18日の夜から始まりました。内田容疑者と16歳の少年は SNS の通話機能などを使って村山瑠奈さんを脅迫、金品を奪った疑いが持たれています。そのまま留萌市内まで車で向かった内田容疑者らは、男女2人を加えた4人で村山さんを車内に監禁、およそ60キロ離れた旭川市に移動します。そして内田容疑者と19歳の女が旭川市内の神井大橋から村山さんを川へ転落させたとみられています。実際にこの現場の橋自体、相当な高さですよね。10メートル以上は川からあるでしょうか。さらにその川の周りもかなり大きな岩がね、いくつも確認することができますよね。橋から川もまで11メートル、川の深さは13メートル、比較的流れも速い川です。警察は村山さんを監禁したなどの疑いで内田容疑者と10代の男女3人を逮捕しています。そして昨日、内田容疑者と19歳の女を殺人の疑いで再逮捕しました。警察は逮捕された4人の認否を明らかにしていません。なぜ村山さんは事件に巻き込まれ命を奪われたのでしょうか。今回の事件のきっかけとみられているのが SNS への画像投稿です。警察は村山さんが SNS に載せた写真に内田容疑者が写っていたことをめぐりトラブルになったとみて経緯を調べています。内田容疑者とはどんな人物なのでしょうか。知人らによると一時は就職するも去年には退職していたという内田容疑者。旭川市内の中心部、こちら三陸街という名前の多くの飲食店が立ち並ぶ繁華街になります。周囲の方の話では内田容疑者は普段からこちらを訪れて、周囲と喧嘩をするなどトラブルをよく起こしていたということです。
かっ捕まりやすいみたいで、そこで揉めたりとかはあるみたいですね。髪つかまれたとか、胸ぐらつかんだとか、仲間内ではもう明るくて楽しい人なんですけど、やっぱりその外から攻撃されるとよく反発しそうなイメージですね。感情的になりやすい性格だったという内田容疑者。さらにこんな話も。いろんな人とよくトラブルを起こしているイメージがあり、因縁をつけてお金をせびったりしていました。周りにはやんちゃな人が多かったです。 SNS の投稿から殺害に発展したとみられる今回の事件、警察は経緯を詳しく調べています。スタジオには元埼玉県警捜査一課警部補の佐々木成美さんにお越しいただいています。佐々木さん、よろしくお願いします。お願いします。亡くなったのは北海道留萌市に住む17歳の女子高校生村山瑠奈さんです。4月22日村山さんの親族が行方不明者届を提出で、先月5月の下旬です、石狩川下流で遺体が発見されました。死因は溺死だったということです。で、昨日逮捕されたのが無職の内山理子容疑者、殺人容疑の逮捕です。さらには19歳の女です。村山さんを川に落として殺害したという容疑です。で、現場なんですが旭川市にあります旭川八景のカムイコタンというところにかかっているカムイ大橋で、橋の高さが11メートル、川の深さも13メートルあります。非常にこういったところで、まあ、現場殺害が行われたという容疑です。で、この被害者と加害者の、まあ、関係性といいますか、この容疑者グループという言い方になるんですけども、殺人容疑で逮捕されたのは内山容疑者と昨日19歳の女の2人です。で、その他に監禁恐喝で16歳の少年が、監禁で16歳の少女が見て逮捕されていて、この4人は知人関係というふうに見られています。成美さん、この被害者は溺死で、死因は溺死ということなんですけれども、溺死でまあ、その殺人容疑っていうのはよくあることなんです、はい、実は私も刑事時代一番この溺死の所見というのがかなり、うん、警察の判断が難しいんですね、うん、これが他殺で川で落とされた場合と自分から飛び込んだもしくは事故で落ちた場合も、はい、この溺死という所見が出るんですよ、うん、なのでこの警察はかなり慎重に捜査をしていると思いますね、うん、まあ、逮捕を繰り返しているということに関してはこの容疑者と被害者の関係性と、うん、このいなくなってからどういう時系列だったのかというのをかなり綿密に捜査をした上で、うん、殺人というふうに断定したんだと思いますね、はい、でも成美さん、これ、まあ溺死ということは少なくとも橋の上にいたときは生きていたと警察は考えているんです、はい、そうですね、溺死の所見の中ではやはりこの亡くなったご遺体に胃の中に多くの水が含まれているかどうか、うんうんうん、まあ、これ生きている間に水に入ったという証拠になるので、はい、これが溺死の所見なんですが、はい、その量によって瀕死の状態で飛び込んだのか、はい、投げ出されたのか、これは分かるので、うん、このやはりこの検視の中でこの被害者の方の身体にどのような跡があるのか、例えば抵抗する爪が剥がれているとか、ね、はい、ね、もちろん、まあ、揉み合っている際にできたら、まあ、傷があるとか、そういったこともこのかなりこの綿密に捜査をして殺人と、これ自ら飛び込んだのではなくて落とされたんだということを断定したんだと思いますね、はい。で、この事件に計画性が果たしてあるのかどうか時系列で見ていきますけれども、4月の18日、まあ、今回の SNS での画像の無断使用を理由に被害者を恐喝かというふうに見られています。で、18日から19日、まあ、4人の、まあ、容疑者グループという言い方になりますが、もちろん監禁容疑の2人もいるわけですけれども、車に監禁して留萌から旭川60キロほど離れているんですけれども、ここ、移動させたのではないかというふうに思われています。で、4月19日に、被害者を橋から転落させ殺害害かというふうに思われています。まあ、今回殺人容疑はこの21歳の内田容疑者と女の2人ということで、5月の下旬に石狩川の下流で被害者の遺体が発見された、うん、果たして計画的な犯行だったのかどうかというところです、うん、佐々木さん、今のところ、殺人容疑で、再逮捕されたのは、まあ、内田容疑者とこの、まあ、未成年の女、19歳の女で、この少年と少女に関しては逮捕されていないということは、その場にはいなかったということ、ね、となると計画性ってどうなってくるんですか。はい、この犯罪形態を見ると犯罪が徐々にエスカレートしてますよね、うん、監禁は計画的に行ったんだと思うんですが、じゃあ果たしてこの殺人においては計画的な否か、まあ、これは凶器は使っていない、その場に連れて行った中での犯罪行為になりますので、まあ、これは取り調べの中で明らかにしていると思いますが、ただこの殺意がこの時点で明確にあったのか否か、はい、
この橋に落とすという行為が果たしてその殺意が明確になったか否かは争う余地はあると思うんですが、うん、ただ11メーターもあって水深がかなり深い、うん、はい、この落とすことでこれがかなり危険な行為だっていうことを、うん、この容疑者たちが認識していたかどうか、うん、これもこの犯罪形態の大きな要因になってくるんじゃないかなというのは感じますね。それというのはその11メートルという高さから落としたら人が亡くなるんだ、そういう怖さが十分あるんだということは経験がないからこそ分からなかった可能性がある。この行為でこの人がどうなるのか、いや泳いで渡れるだろうと、うん、安易に考えてしまったことが安直なこの犯罪行為につながるというのは過去にもありますので、これっての11メートルが落ちた瞬間、例えば水面に落ち方が悪くてその瞬間例えば亡くなるってことはあり得るんですか。溺死の所見がある以上は多分水を飲んでますので、うん、かなりこの溺れてるっていう様子は強い推測ができますね、うんうん。